ゆです。こんにちは、ゆうりチャンネル練習スタッフです。今日はですね、我がチャンネルの秘蔵っ子りょうたを誰かと戦わせたいということで、カラオケ対決をちょっとしてもらいたいなということで、りょうたのインスタグラムの方に、はい、こちらのように募集させていただきましたので、はい、今ね、返信が来た子がいるので、はい、その子とちょっと戦って、ゆうりチャンネル代表なので、はい、やっぱりこれ負けるわけにはいかないです。絶対ボコボコして、まずボコボコにします。ボコボコして、まあ、初対面ではあるけど関係ない、向こうだってこっちが喧嘩売ってるわけじゃん。インスタグラムを使って、うん、見た人すべての喧嘩売ってるんだから、そうです、買ってきたわけじゃん、うん、帰り討ちにしてやろうぜ。帰り討ちは絶対食っちゃうなでもちゃんとやってやろうよ。そうですね、ボコボコにしようぜ。ボコボコにします。はい、そんな感じでカラオケ対決していきたいと思いますので、とりあえずその子を迎えに行きたいと思います。はい、行ってまいります。ということで、はい、もう合流しましたが、今日の挑戦者の方、はい、お名前聞いてもいいですか。翔生です。翔生さん、はい、まあちょっと多分向こうに、まあ、カラオケついてからもいろいろ聞くんですけど、はい、とりあえずもう先カラオケ向かって静かなところで戦っていきますか。はい、それじゃあ行きましょう。行きましょう。ゆりチャンネル、はい、ということで、はい、来てくれましたね。はい、お名前いいですか。翔生です。翔生君、はい、翔生君対亮太ということで、なんかこうインスタグラムも見たんだけど、はい、バンドをやってる。いや、一人でシンガーソングライターみたいな感じで曲作ってて、ね、ちなみに今学校行ってるらしいんですよ。何学校？学校は専門学校行ってるんですけど、音楽ので、シンガーソングライターコースで入ったばっかなんで、まあまだいろいろ学んでるんですけど。なるほどね、ちゃんと習ってる人よ。ちょっとやばそうなんですよ。量的な。実際今回このりょうたの歌は知ってます？あ、知ってます。結構上手いじゃん。いや、めっちゃ上手いです。で、走ってこっていうか、あ、そう、はい、行きました。あ、本当に聞いてくれたみたいな。なるほど、なるほどね。勝てる自信は何パーセントぐらいですか？ 85% リアルだな。はい、りょうた、リアルだな。でも負けんな。 500% 勝ちます。あー、いいね、いいね、いいね。でもやばいよ。ちなみに曲何がいいですかね。ふわって聞いたら何でしたっけ。ベテルギウスなかなか難しい。なかなか結構強気だよ。結構強気なんですよね。原曲聞いて、あ、下げますか。下げて全然大丈夫。ちょっと2だけ勘弁してください。もちろん、もちろん。先りょうたから行こうよ。そうだね、わかりました。自分は聞いてね、元気でいきましょう何カッコつけてる俺ちなみに2回負けてるからそうなんです。肩取ってほしいね、逆に。いや、合鍵正直負けますけど、ベテルギウスは勝ちます。あ、なるほどそのテンションで合鍵普通に出るとやばいから確かに、確かに、確かに。ありがとうございます。じゃあちょっと入れさせていただきます。はい、りょうた、聞いてください。ゆうりで、ベテルギウス。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光か、星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合ってた、触れ合って同じ空、輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらない、僕ら肩並べに取り合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらない、ベテルギウス、君にも見えるだろう祈りが。記憶をたどる旅、蘇るよ君がいつだってそこにいてくれること。まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでいく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が、僕自身も忘れた頃に僕らを照らしてる。 AI すごいな。僕ら見つけ合ってた、触れ合って同じ空、輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス。
るたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線を繋ごう。僕らに付き合ってたくてやって、同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらない、魔法。僕ら肩並べに取り合って進んでく。辛い時だって、二人だって、誓ってるの。遥か遠く終わらない、メテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。本気じゃん、もう加点やばいっす。本当に手加減なしちゃった。マジでガチでいきました。95。あれ、あら、あ、でもまあ、すごい。どう、いや、最高点ぐらいなんですけど、まあ今日超えます。いつも AI ですか。AI です。ああ、じゃあマジでいい勝負だ。じゃあキー2下げね。はい。じゃあ翔星君、はい、聞かせてください。はい、有利でベテルギウス。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の怒りが星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらない、ベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが記憶をたどるたび蘇るよ。君がいつだってそこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身も忘れた頃に蔵を照らしてる。僕らに付き合ってたくり合って、同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらない、ベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。どこまでいつまで生きられるか、君が不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線を繋ごう。僕ら見つけ合って手繰り合って、同じ空輝くのだって、終わらない、ベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。僕ら肩
も見えるだろう。祈りが空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。途中へマックスだったぞ。確かに緊張でやばいっす。人生でこんな緊張したことない。点数の歌もやばい。うわっ、でもここからやばい。結構やばい。いやー、ありがとうございました。ちょっと勝利者インタビューからいきますか。今の気持ちは。いやー、なんか途中 AI がマックスとかになってまして、でビブラートの数も俺とそんなに変わらなかったんですよ、はい、なんで結構いい勝負かもなって思ってたんですけど、まあ勝ってよかった。どう、悔しい？リズムずれたりしたのがめっちゃ悔しかったです。え、今さ、はい、歌、学校では歌を教えてもらってんの？あ、そうですね、でもまだ行ったばっかなんで、まあ、全然教わって、うん、じゃあちょっと先生が、僕ある番組でコーチやってますので、はい、じゃあ一旦レッスンを、はい、あの歌めちゃくちゃ素敵だし、はい、声もめちゃくちゃいいんだけど、やっぱテンポはちょっとちゃんと取るようにして、はい、歌のこれなんていうの、一文字一文字で口をすごく大きく歌って喋ってるから、はい、あんまりやりすぎない方がいい。ちょっと俺今ちょっと目があれで、あんま大きな声出すとあれなんだけど、キー2個下げだったらワンコーラスぐらいだったらいけるから、ちょっとおー本物。喋る時ってさ、喋る時ってやんないね。はい、喋る時こういう感じ。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。A メロが優しくていいよ。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕らに伝わってたくりよって同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに俺はずっと丁寧だ。刀ラピートに合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるんだろう祈りが。こう最後空ににとか、小生がまだ語尾がちょっと雑だから、もう空にある何かを、この真ん中は流れる感じ、こうボリュームもずっとこういかない感じ、常にこう流れる感じでボリューム調節をして語尾を丁寧にやってやれば声はめっちゃいいから、はい、めちゃくちゃ良くなる。あと音程も取れてるから、あとテンポ。なんか緊張もすごかった。緊張もある。なんかそのこうやってやってる時にたまにクッて入るのもかっこいいし、ちょっともたつくのもかっこいいんだけど、そこを意図的にやれるようになればめちゃくちゃいい歌を歌えるようになると、はい、僕は思いました。すいません、偉そうなの。いや全然。でも本当に歌めちゃくちゃ良かったから、これからもっとこう学校できっと習ってると思うけど、はい、もっともうこう練習していつか一緒に歌える日を楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございます。というわけでね、初めてのこの企画すごく楽しいなと思いましたので、いつでも対戦相手は募集してますので、はい、戦いたい人は、戦いたい人はぜひ DM お待ちしております。そんな感じで今日の動画は終わりだと思います、はい、ぜひ翔星くんの歌もこれから楽しみにしてください、はい、チャンネル登録とグッドお会いします。皆さんまた明日。また明日。チャンネル登録お願いします。